おやすみエントメンラジオ、どうもジャスティンでございます。さて、もう年末ということでですね、年末スペシャル、満を持して、この話をさせていただこうかなと思います。KinKiKids やっときました、私ですね、数々のねこのラジオで好きなものを、語らせていただきましたね、そしてまあ深夜くんとも、一緒に喋りながらいろんなもんほじってまいりましたけども、これやってなかったなと、ついに、この KinKiKids、このお二人の話をさせていただこうかなと思います。これね多分ね、僕ざっくり、考えてたんですけど、多分これ2週またぐと思います。ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。このね KinKiKids というのはですね、私、何度か触れてると思うんですけども、ドファンです。これはもうね、これなんで好きや言うたら、ちょうど、小学校ぐらいかな、小学生ぐらいの時にね、金田一少年の事件簿っていう、ドラマがありましてね、そこで主演されてたのが、堂本剛さんですね、剛さんが主演されてまして、その番組を私見た時にですね、一目惚れしてしまいまして、もうそっからですね、そっからごめんなさいこれ間違ってたらあれなんですけども、そっからデビューとかだったんちゃうかなと思うんですよ。もうそこでね、剛くんのですね、かっこよさに惚れてしまいまして、もみあげなんかもう細くしてましたよ。これ分かる人には分かるでしょう。もみあげ細くしたりね。ほんで、その小学校とか行ってたら、女子たちがね、明星とか、見てるわけですわ。ほんならこのね、やっぱキンキも二人でそっからデビューするみたいなとこでもうね、私もやっぱりね、こうちょっと、俺も好きって言いたいけど大きな声では言えないこのね、テレアな部分がありますけども、全然もう私はもう大好きでございますということでございまして、このキンキキッズ、もう今やね、もうジャニーズのもう言うたらもうなんでしょう、もうベテランというか、もう二人のジャニーズみたいなもんですよね。そこからこう皆さんいろいろジャニーズもねいろいろありますけども、今やまだ、KinKiKids は頑張っておりますと、そしてこれからも頑張ってほしいなということで、ちょっと KinKiKids ファンの人にもぜひこれは聞いていただきたい、そしてボロカス言われたいぐらいの、コメント全然いいです。私もちろんね、全然、全て言ってんのかとか、言われるとそれはねごめんなさいと、皆さんには叶いませんというところもありますけども、アルバムもね、ほぼほぼ持ってますし DVD も持ってます。そしてライブも、通わせていただいております。全部ではございません、すいません先に言っときますけども、好きだということを、分かっていただけたら嬉しいなと思います。そしてね、来年1月1日か、急遽ねライブも決まりまして、すごい行ける方はぜひ楽しんで行ってていただきたいなと、私はちょっと行けないとは思いますけども、めちゃくちゃね本当に見たいです。ということでこの KinKiKids を、ちょっと語っていこうというところで、KinKiKids というのはですね、で僕が今回語るのはね、この KinKiKids ってね、アルファベットでアルバムを出してるんですね。まあ皆さんもわかるかな、知ってる人は知ってるでしょう。今のところ A からですね、 A アルバムと、B アルバム、 C アルバムと、そういう風に、出しておりまして、今のところ O まで行っております。 O アルバムということですね。 ABCDEFGHIJKLMNO です。その間にファイというね、アルバムもあるんですよ。もちろんベストアルバムとかも出したりとかね、やってるんですけども、今のところ大アルバムまで行ってますんで、その中でですね、私は、このアルバムのね A から O の中のアルバムの中で、アルバム曲これ聞いてくれピックアップっていうのを、今回ね2週で終わるかな、いけるかな、分からへんけど、やってみようかなと思います。もちろんですね、皆さんの中に、いや私はこれやと、私いやこれでしょっていうのいっぱいあると思うんですけども、私の中でですね、私の中で、好きな曲をね、アルバム曲をピックアップしようかなと思いますんで、ぜひ、また聴いていただけたら、昔の CD なんかをね掘り出していただいて聴いていただけたらなと思います。
さて、それでは行きましょうか。まずはですね、 A アルバムですね。もうね、このね、まずもう A から長いで、A から長いと思う。これ喋り出したら A 最高なんですよ。もうこれね、まあ、シングル曲は入っておりません。というかですね、まあ、B にね、まあ、そのガラスの少年とかデビュー曲ですねが入ってるんですけども、ね、A でもう衝撃です。 A がもういい。これね、僕友達のお姉ちゃんに借りた気がするな。もう頼むから聞かせてくれと。そんなね、ちっちゃい頃なんで金ないじゃないですか。うんな、与えてもらってないし、アルバムも買われへんと。もう頼むからちょっと聞かせてくれと、貸してくれと。もうその友達の姉ちゃん口説いた気がします。もうぐらい貸してくれと、いうこの A アルバム、そのね、僕最初冒頭言いましたけども、この金田一少年の事件簿、それのね、もう主題歌ではありました、一人じゃないっていうね。まあもう僕もすいません、これね、堂本剛ソロなんですけどね、もうまあこれを KinKiKids と読んでいいのかと、もちろん KinKiKids としてのアルバムでとして収録されてるんですけども、これを読んでいいのか分かりませんけども、これも一番好き。もう一番好き、一人じゃない。これなかなかね、ライブでもなかなかというか、もうすいません、僕の記憶の中では一度見たかな。それもまあ半分半分ぐらいで、で光一くんとね、半々でソロをやったぐらいの記憶です。すいません、ファンの方ね、もっとやったことあるよと、最初の方はやってたんでしょうけどね、僕のね、見た中では一度だけ、一人じゃないを披露されてました。ほんでね、この金田一の中に、またこのキスから始まるミステリーというね、もうこれも最高なんですよ。これなんかちょっとデビュー曲で迷われたっぽいんですけども、山下達郎さんですね、山下達郎さん、そして松本隆さんですね、松本隆さんやな、作詞、多分そうです。もうこのね、もう近畿キッズといえばこの松本隆、山下達郎、ほんでね、小田哲郎、そして、まあね、前スピードを語りましたけども、あの伊地知さんとかも書いてますし、秋元康さんですね、作詞なんかね入ったりとか、ほんでもう今やもう近畿キッズファミリーですね、あの堂島康平さんとかね、もうね、もう数々のもう有名どころがもう書きまくって、もうドリカムとかね、ドリカムとかももうやられてるんで、もうこんな愛されたアーティストはいないんじゃないか、と思う、本当に、痺れるようなデュオですね、コンビですね、もうコンビです、もう最高のアーティスト、もう全然終わらんな、これ終わらんぞ、どうしよう。 A アルバム、行こう行こう。 A アルバム、一人じゃない、そしてキスから始まるミステリーですね、でまあいろいろもう、全部ええねんけど、これ全部ええねんやけど、まあどんどんピックアップしていきます。まああともう一曲あげろ言うたら、この切ない恋に気づいて、これも最高ですね。もうこれも最高です。もう説明はいらんでしょう。説明してたらもうこれ多分収まらん。なので、ぜひ聞いてみてください。 A アルバム、まずはもう僕の中では一人じゃない、もうこれですね、未だにカラオケなんかでも、口ずさませていただいております。でまあキスから始まるミステリーも最高やな。そして切ない恋に気づいて、もうこれ最高。この3曲バツと、聞いてみてください。よし、行くぞ、いけるか。 B アルバム、まあ B でですね、デビュー曲、ガラスの少年も入ったりとかですね、この B からですね、2人の、作詞作曲の楽曲が収録され出してますね。もういきなり、ラブラブかな、ラブラブ愛してる、とかで、まあ吉田拓郎さんにね、ギターを教えてもらいながら、音楽にどんどんハマっていくこの KinKiKids なんですけども、その中でもまあ B、まあもうこれもね、ベタや言われたらあれですけども、このまま手をつないで、これやね、B はこれやね。もちろんシングル曲いっぱい入ってますけども、もう B はこれ、このまま手をつないで、これで聞いてみてください。もう10分いく。 C まで行こう、 C まで行きましょう。C アルバム、C はそうね、ちょっとね悩みましたけども、ナチュラルサング、サングだよね、ナチュラルサング、まあまあこれライブでもね盛り上がる曲でございますよね、ナチュラルサング、これ米倉さんやったかな、
米倉さんやったと思います。なんかね、ちょっとなんやろ、癖になるこの楽曲なんですよね。なんかずっと聴いてた気がするな。そしてもう一曲いこうか。C やったらこの様々な愛かな。これがね、作詞作曲堂本剛くんなんですけどもね、ジョスさんなんですけども、様々な愛ですね。こっからなんか、剛さんの、なんか回しとかがなんかどんどん癖出てきたというか、昔からありますけども、どんどん出てきて、このね、真似しましたわ、陽さん真似しました。さまざまない、そして夏のサングですね、 C アルバムまで行きました。よし、また次週にしましょう。また長くなってしまいました。ぜひともね、これ聞いてもらって、ちょっとあー、お前おもろそうやなと思っていただけましたら、ぜひね、いいねなんか押して、いいねグッドボタンですね、押していただきまして、そしてコメントなんかも、いろいろお待ちしておりますんで、年末ですけども、皆さん風邪をひかないように、キンキキッズを聞いて、ぜひ元気になっていただけたらなと思います。それでは、じゃあまた来週行きましょうか。もう年末 ラストの放送になるのかな、俺、かもしらん。キンキキッズで終わろう。 OK、 ありがとうございました。おやすみなさい。